NHK 大河ドラマ光る君へ第42回11月3日放送。オリジナルキャラ宗寿丸登場。驚きのシナリオ、あらすじネタバレ解説。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは NHK 大河ドラマ光る君へ公式ガイドブックから読み取れるドラマ展開や最新情報などをお伝えさせていただいています。今回のテーマは藤原かた子新キャスト発表、オリジナルキャラ宗寿丸登場と題しまして、11月3日放送第42話のあらすじを交えましてお届けしたいと思います。第41話では2014年頃までが描かれ、42話では紫式部の娘のかた子が15歳になったシーンから始まります。かた子は大人の女性へと成長していき、宗寿丸という若武者と出会い、密かな恋心が芽生えていきます。そして真宙の娘のかた子が心を惹かれていく宗寿丸なんですが、史実にはないドラマオリジナルキャラクターの若武者という設定になっていますが、正体は何者なのか、そして今後のドラマ展開にどのような影響を与えていくのか、早速公式の発表の情報から見ていきたいと思います。 NHK 大河ドラマの公式出演者相関図を見ますと、宗寿丸はかた子を盗人から救ったことでその屋敷に出入りするようになり、真宙とも知り合う。武者としての生き方に独自の考えを持っており、興味を持ったかた子は惹かれていくと書かれていますが、どのタイミングで登場して家系や階級なども分かっておらず、かた子との関係も交流という表現がされていますが、恋愛に発展していくのかもまだ分かっていません。最新の公式ガイドブックを見ますと、35話では2007年かた子が7歳の頃まで様子が描かれていますが、35話までのあらすじにはそれらしい存在が書かれていませんので、宗寿丸の登場は2007年の35話、道長が金峰山参拝以降に登場するものかと思われます。可能性のあるシーンとしましては、道長が金峰山参拝の帰りにコレチカラに襲撃される事件がありますが、そのシーンで武者が弓を構えて道長に矢を放そうとした瞬間、馬に乗った男が道長の前に姿を現すということが書かれています。ひょっとすると道長を狙った武者か馬に乗った男のどちらかが宗寿丸の可能性も考えられますが、おそらく馬に乗った人物は藤原高家ではないかと予測していましたので、弓を放った武者だとしたら、かた子の本当の父親を狙うというエピソードがまたドラマとしては面白いのかと思いましたが、皆さんはどうお感じになられたでしょうか。そして今回宗寿丸役を演じます伊藤健太郎さんですが、大河ドラマ初出演ということで、出演者キャストの皆さんとのお芝居がとても楽しみです。宗寿丸はオリジナルのキャラクターということもあり、すごく演じがいがある人物だと思っています。誠心誠意努めたいと思いますので、光る君への後半戦で宗寿丸がどのように物語に関わっていくのか、ぜひ楽しみにしていただきたいですとコメントしています。そして今回発表になりました、大人になってからの紫式部の娘のかた子役、南沙羅さんは2年前の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で大泉洋さん演じる源頼朝と小池栄子さん演じる北条政子の娘の大姫役で出演され、非業の死を遂げた
許嫁源義高への思いを断ち切れず、20歳で病死をし、生涯に幕を下ろすという役を演じましたが、この大姫の幼少期の子役が今回の光る君へで真宙の幼少期を演じた落合美優子ちゃんが演じていまして、これも何かつながりを感じるようにも思えます。そして片子役の南沙羅さんは大姫役の時に紫式部を呼び出してというセリフがあり、今回その紫式部の娘役で登場するのも何かつながりを感じてしまいましたが、皆さんはどうお感じになられたでしょうか。そして片子に関する情報なんですが、祖父のため時に可愛がられて育つ、真宙には反発する時期があるが、その文才を受け継ぎやがて宮仕えをすることに、片子は明るく情熱的で後に女性としても異例の第三位という高位に上り詰めたと言われていますが、母に対しては放置されてきたという思いから敵外心にも似た複雑な感情を抱き、母娘の間の緊張感が存在していますと書かれています。片子が15歳になる2014年6月には藤原為時が任期を1年残しながら越後の神を辞任して京に戻ってきますが、片子は為時に可愛がられて育っていましたから、為時と庄司丸の関係、道長との関係なども謎が深まっていきます。そしてもう一人追加で発表になりました泉式部役の泉理香さんですが、泉式部は30話から登場しまして、この頃藤原金刀の屋敷で月に一度和歌を学ぶ会が開かれていましたが、真宙が講師を行っていまして、そこに生徒として登場します。非常に色濃い大きい女性ですが、真宙との面白いエピソードもありますので、また別の動画で細かく解説していきたいと思います。そして気になる42話のあらすじですが、2016年には片子は18歳となり、中宮明子に女房として出仕をし、三条天皇が譲位をし、新たに後一条天皇が即位をします。また土帝でも大きな火事があり、為時の出家、道長の出家など次々と事件が起こりますが、詳細について聞いてみたいという方はぜひチャンネル登録もお願いします。そして庄司丸と片子の関係がこの先どうなっていくのか、皆様の予測やご意見感想などコメント欄にいただけたら嬉しいです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いいたします。